うちで現在食べているのはこちらなので、この3種類を紹介します。オリミツのシンプルラビット、イースターのベッツセレクション、こちらが我が家のメインペレットです。イースターのバニーセレクションプロメンテナンス、いろいろなペレットを試して今はこの3種類になっています。日常のペレット保存はガラスの瓶に入れています。この瓶はフライングタイガーで購入しました。シンプルラビットはとにかく組成印がすごいです。ペレット量は量りで計量はしますが、31のスプーン1すくい、だいたい 1g なので、入れるとき、とっても便利なのです。うちはペレット消費が少ないので小分けになってると助かる。余ったのはジップロックに入れて保存しています。もらえると思ったんだね。